にちは、こんばんは、おはようございます。愚痴の部屋へようこそようこそ。ね、今年の9月はいつまで暑いんだって言って、もうなんだろう、このまま夏が終わらないんじゃないかって心配になるほどずっと暑かったんですけど、昔の人はよく言ったもので、暑さ寒さも彼岸までということで、彼岸を過ぎてからやっとですよ、冷房なしで暮らせる陽気になりましたね。ほんと今年の夏はなかなか終わんなかったでちね。という形で、11月の運勢五択です。ヒュードンドンドンパフパフパフで五択でございますね。で、前回から、日本の神様タロット&オラクルカードの、1枚引きと収益を、2つで占ってますね。だから今までよりもちょっとね、面白くなってるというか、読みが深くなってると思います。はい、ではワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ。今回は、すんごくいいのが、なくて、結構悪いのが2つ入ってるけど、でも、それが本当に悪いかどうかっていうのは、収益の場合は、人間万事最後、最後ガウマって言って、一見悪く取れる勝利でも、長い目で見ると、いい勝利の場合があるから、っていう感じですね。ただでも少しでも悪いこと言われたくないっていう人は、やんない方がいいのかな。でも、できるだけタロットの方でフォローしていくので、悪いのが出て、人は、できるだけタロットの方でフォローしていくので、やっても大丈夫かなと思いました。ワン、ツー、スリー、フォー、パーイ、ブッ、ブッ、アブ、アブ、アブブブブブという感じですね。はい。では、一番を選んだ人は、参加費です。参加費っていうのは、飲み会とかに参加するときは、ちゃんと参加費を払いましょうねっていうことではございません。参加費が出てきたときっていうのは、なんだろう、外側ばっかり、飾り立ててるけど、あんた内面どうなの？っていう感じですね。参加費の場合は、本当に何だろう。すごいセレブを装ってるけど、実は貧乏とか、なんか見栄で、外面保ってるけど、内面ボロボロって場合がありますので、参加費が出た場合は、外側を良くするよりは内面整理しましょうよっていう感じ。で、タロットで見ていくと、ここで、ザフキエルさんですね。ザフキエルさんっていうのは、カラバ天使機構でビナーで、ビナーっていうのはどういうことですかっていうと、これたくさん降ってくる雨が情報とかだとすると、なんか情報を左脳で、理解する。左脳で知識を得るだけじゃなくて、その知識をちゃんと自分のものにしましょうよっていうのが、ビナー。だからちゃんと受け取っていきましょうよ。外からの情報を受け取っていきましょうよ。で、この二つを、まとめると、なんか人って素直になれなくて、周りの人がいろいろアドバイスしてくれてることを、跳ねのけちゃうときってあるじゃん。自分はこうやりたいんだっていうこと。でも、ちょっと前の意見を受け入れて、周りからの意見を受け取ってみると、良くなっていくんじゃないかなっていう感じがします。では、2番を選んだ人。風水館です。ってかで、風水館はね、良くも悪くも、
あれなんですよ。風水、館の館は散らすって意味なんですけれども、風水館が出た時っていうのは、悪いことが続いてた時は、その悪いのが、やっとそれが、もうそれがなくなって、いい感じになってきたっていうのが風水館。で、いい仲間内があったとしても、その仲間内がもうちょっと空中分解で壊れちゃうよっていうのが風水館。どっちにしろ、問題を抱えていたら問題がなくなるし、今なんかいい感じで団体が出来上がっててもその団体がなくなっちゃうしっていう、とりあえずその場が一度散らされるっていうのが風水館ですね。で、タロットで見ていくと、ここで天の御なか主じゃなくて、天の御柱があって、これがラバーズのカードになってくるんですね。そうすると、どういうことかっていうと、ずっと恋人いない、恋人いない、恋人欲しいって言ってる人は、恋人ができるっていうことで、で、ちょっと付き合ってるんだけど、なかなか別れられないけど、別れた方がいいなと思ってる人は別れちゃう。っていう感じですね。はい。で、3番を選んだ人、たくん、たくふうたいかでございます。たくふうたいかってどういうことかっていうと、なんだろう、日本ではあんまり見ないけど、インドとか、東南アジアだと、トラックの積み荷制限を超えて積み荷が乗ってる車って YouTube とかで見ることあるじゃない。それと同じで、タクフー大火が出てきたときは、なんか、ちょっと重荷多すぎるよね。その肩の荷物を下ろしていいよねっていうときがありますね。で、そのタクフー大火が出るときっていうのは、それ全部あなたが背負わなくてもいいんじゃないのっていうようなときですよね。例えば、福チーヌなんかはさ、今、両親の料理とかを作ったり、両親の面倒を見たりしたりしててさ、もう結構大変で、夜中のトイレ問題とかが大変で、で、それで紙パンツを買ってきたんですね。昔はね、本当に紙、大人用紙おむつつって、ギョしいものだったんですけど、今は本当普通のパンツと変わらないような履き心地で履けて、2回まで中でおしっこをするようになできるようになで、最初は、すごく嫌がっていたんですけども、プライドが傷つくからね。でも、履くと、やっぱりトイレまで間に合わなくて、おもらししてしまうよりは全然いいよねっていう形で今では明るく過ごしていますよね。それとなんかもう定期的にうちの父が問題を起こしましてね、アルコールを大量に飲んだ後に、睡眠薬を飲んで四肢が動かなくなっで、四肢が動かなくなったらそのまま朝まで寝ててくれればいいんだけども、まあ、禁止感してしまうんでしょうかね。糞尿を垂れ流すっていうことをしていましてね。で、それもなんかもうこの間もたくさん起こって、もうアルコール飲み始めた日は必ず紙パンツを履いてから飲み続けてくださいって言ったら、次の日には、はいーって言ったけど、飲み始めると気が大きくなって忘れちゃうからね。でも本当大変なんですよ。でも紙パンツが、昔と違って、本当に大人用紙パンツっていうのは、とてもいいものでございますので、それがあるとないとでは、だいぶね、老人介護というか、老人と一緒に暮らすのが楽になりますよね。紙パンツがない時代は大変だったと思いますよ。だって、夜中のたんびに親がおしっこ漏らしても、もう全部洗濯しないといけない、拭かなきゃいけない、夜中のためにうんこ漏らしてもてって、ね、紙パンツがあるのとないと違うよね。で、ここでケセドです。で、タロットで見ると、タクフー対価にケセドが来るってことは、あなたは全部自分で背負おうとしてるけど、あなたをサポートしようとする人、あなたを助けようとする人は周りにたくさんいますよ、っていう感じですね。だから、もう福知なんか結構ね、大変ですねって周りの人から言われることがありますけど、親の食事を全部作んなくちゃいけないとか、親の面倒を見なくちゃいけないとか、もう母はもう歩けないからどっか行くのに車椅子で連れて行かなきゃいけないとか、父もヨボヨボで、いろいろあるんですけども、
まあなんとかなるでしょうと思ってやってますね。これがなんとかなるでしょうって、消せと周りには助けてくれる人がいますよ。で、介護申請をね、出してるんだけど、なんか出したのが受かったのか分かんなくちゃ分からないから、デイケアの人呼べないしねっていう感じ。まあそこら辺もね、本当に必要になったらなんとかなるんじゃないかなと思ってます。で、まだ、だから、デイケアの人呼べないし、デイケアセンターに行かないっていうのは、まだ行かなくてもなんとかなるからなんじゃないかなと思ってます。4番を選んだ人、簡易水ですね。これはね、死なんかと呼ばれていて、死なんかと呼ばれていて、ちょっと、大変な時です。一難去って、また一難を、示すのが簡易水で。でも簡易水の時っていうのは、今が一番どん底だから、あとは上がるしかない。上がるしかないって時が簡易水ですね。タロットさんに見てもらうと、塩土のおじさんが見てます。塩土のおじさんはこれね、もうすぐ朝日が昇りますよっていう感じなんですよ。だから、簡易水のサポートカードのタロットとしては最適、一番いいですね。今はもうどん底のどん底で一難去ってまた一難で、なんかここしばらくちょっと悪いこと続きだったんですけど、もうすぐ朝焼けが、東の空を鮮やかに染め上げてゆくわ。始まりね、新しい人生のっていう感じで、もうすぐ朝、夜明けが来ますよ、あなたの人生に。だからもうちょっと、あと一踏ん張りですよ、っていうの。あ、タロットのサポートカードあるといいね。で、5番を選んだ人、天地比でございます。天地比もね、地天体の半分で、地天体だと、これからお祝い事がたくさんやってきますよ、っていうのが地天体なんですけど、天地比っていうのが、八方塞がりの時が、天地比なんですね。でも、あれ、なかなか怪我をして、その怪我の傷が、治んないなって人は、その怪我の傷治りますよって、塞がりますよっていうことになるし、まあ、要は味方なんですよね。八方塞がりだなと思った時っていうのは、自分に問題があるか、自分の行動に問題があるかって時だと思うんですよね。うん。なので、その行動を改めたり、自分を見返してみたりすると、その塞がりが、分かったり、ちょっと今動かない方がいい時っていう時も、八方塞がりになったりしますよね、っていう感じですね。で、その塞がりの時ってあんまりジタバッタするんなよの方がいいかったりするんですね。じゃあ、タロットさん、教えてタロットさん！これもね、もうすっごいサポートカードが出てますね。これはね、フォーチューンで運命の輪ですね。だから、これはどういうことかっていうのは、人生楽ありゃ苦もあるさ。あとから来たのに追い越さ。さあ、歩けっていう感じで、もう人生っていうのはもう幸運の輪がずっと回ってて、いい時もあれば悪い時もあるっていうことですよ。で、今悪い時が続いてるってことは、次にいい時のターンが、次のターンがやってくるぜ、次のターンはいいことだらけだぜっていうのが天地比の5番を選んだ人でございますね。はい。そんな感じで、ね、収益だけだと悪い勝利で終わっちゃうけど、タロット混ぜるとその勝利が違う風にアドバイスカードとして出てくるから、なんか違うねーっていう感じ。はい。じゃあ次に10月の日本の運勢を見ていきたいと思います。10月の日本、トゥトゥトゥントゥン。ねえ、またさ、円高って言われててさ、で、政府介入してさ、一度150円くらいまで上がった円高がさ、一時期120円まで下がってくれたなと思ったら、また150円突破しそうな勢いで円高でございますよね。もう円高だともう海外株なかなか買えなくなっちゃって大変ですよね。
でも日本株もそろそろ手数料かかんなくなるから日本株にも目向けていいかもしれないね。でも日本株あんまり私勉強しないからよくわかんないよねっていう感じですね。はい。11月の日本は火山量です。り、火の勝利と山の勝利が続くと火山量になります。それの二項ですね。火山量の二項ってどういうことかっていうと、ブラスプレテテテ。でも王項があるね、火山量だから。火山量の二項っていうのは、陰の、陰、二項が陰項なんですけども、五項が陽項なので、違うな。理は陰項と陰項だな。え？ああ、ダメだ。王項ないんだ。でも飛行があるので、飛行がある。飛行っていうのはどういうことかっていうと、3項が陽項で、2項を得たので、2項が陰項なので、上の陽項とは仲がいいということですね。はい。だから、火山量っていうのは、どういうことかっていうと、スピリチュアルジプシーっていうか、なんていうか、一つところに収まらないっていう感じになってますね。それを日本がどうかって見た場合は、日本という国は旅をしないので、旅っていうと、今はご褒美でするもんだったんですけども、この疫が出た時代っていうのは、旅っていうのはすごい危険なものだったんですね。人というのは、生まれたところで一生過ごすのが当たり前で、よその国に行くときっていうのは島流しとか、国外追放。国外追放って言っても昔の国外追放っていうのは、その、県から出ていくことを国外追放って、それが重い罪だったっていうのことを考えれば、旅は大変だ。ね、水戸黄門が簡単に旅してるから旅は大変じゃないんだろうと思うけど、水戸黄門は、印籠と助さんと格さんがいたから大変じゃなかったんで、普通は大変なんですよ。っていう感じで、で、これを日本の、政治に当て、日本の動向に当てはめると、ちょっと10月からインボイス制度が始まったりとか、いろいろと、新内閣が立ち上がったりとか、いろいろあるか、立ち上がったのかな？で、いろいろあると思いますけど、その方向性があんま定まってないよ。あんま定まんないよ。日本は。日本は政府の方向性が、なんかあんま定まんないよっていう感じだと思いますね。うん。じゃあ、タロットで、補助カードで見てみますと、タロットで、ミカエルさんが出て、ミカエルさんっていうのは、ティファレットでハートの中心で、バランスを取る美しい最も調和された状態で、ではこの定まんない理由は、聖徳太子のような和をもって尊しとなしという概念が今までの、政治家にとっては理をもって尊しとなしっていう感じでしたよね。今までの政治家っていうのは理をもって尊しとなしっていう感じだった。でもその中に和をもって尊しとなしという考え方を持つ政治家の方々が、入ってきて、その方々たちの立憲も通るようになってきたので、ちょっと今までの、理をもって尊しとなしという方向から和をもって尊しとなしという方向にちょっと変わるために、ちょっと今ガタガタしている状態なのかなって思いました。以上です。ポチッとなーラランガタン。